アルバムを私会が発表されまして、知ってましたよ、ずっと前からスケジュール来てたから知ってましたよ。お誕生日の日にあるらしいあるらしい。そう、お誕生日の日と14日にアルバムのお渡し会があるんだって。あやは君にあやは僕にの、みんなお祝いしに来て。11と14で火曜日と金曜日、ぜひぜひ。こんばんは、つけてあげよう耳を。あれなんだよね、雨でさ髪がもうちょっとボサボサになりかけなんですけど、許してください。なんか黒みって言われたけど猫です。確かに黒みに見えなくもないけどね、猫ですこれ実は。そう、黒みって5人くらいに聞かれたけどで、猫です。くるみちゃんに見えるって言われました、すいません。猫です。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは、猫だよん。ちょっとここのリボンが、こんばんは。今日のポーズランキング上位何でしたか。これかこれかこれかな。うん、すねこ耳きし感ある、鋭いですね。そう、これアミちゃんとね一緒なんだよね。そう、アミちゃんのインスタ見てたらこれが出てきて、同じの買ったんですよ実は。で、私のそうネットで買ったんですけど届かなくて全然で、これはもう最終手段はアミちゃんに借りると思ってたんですけど、まさかのトーク会の前一昨日かに届いてギリギリ間に合ったっていうエピソード、はい、当たりでしたから、アミちゃんとお揃い。そう、なんか私の理想的には、まあ、22日には生誕祭終わってるかなぐらいだったから、それまだちょっとね、いつ私もいつやるか分かんないぐらいなので、うん、そうね、そうギリギリだったの。だから私生誕祭でいただく花冠が分かんないけど、それは1月の夜風の仕業を着るときにつけたいと思います。衣装白だし何でも合うから。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。4月です。こんばんは。
音が鳴るんですこれ。鈴の聞こえないよね。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、試験の方だ。ありがとうございます。 SK48 チーム S の石黒月です。こんばんは、ありがとうございます。今日ファンの方の一人にさ、もう10代最後なんだって言われて、まだまだって、そう次20歳になると思われてたらしくて、そうまだ次19だよって教えてあげた。そうすごい1年早くなってました。次は20歳です。20歳じゃない、19です。そう20歳って思われてた。こんばんは。次が10代ラストらしい。やだね、あっという間なんだろうな。怒らなかったね。そう19になるんだよって、そう教えてあげました。ギフトありがとうございます。ありがとう。そう一部二部でね、そう猫耳つけてたんですけど、なんか一部が始まる10分前ぐらいにマリンが来たんですよ。そうでなんか2時間暇みたいな、そう言ってて、だから今から寝るから一部が終わったら起こしてほしいみたいな言われたから、まあしょうがないと思って。マリンでも起きないんですよ全然。5回ぐらい今日トントンってして起こしてあげたんですけど、そうコンカフェみたいって言われた、起きたら。そう猫耳つけてたから余計に、起きたら猫がいてびっくりしたって言われました。誰だとか、マリンかな、ミハルンかな、にコンカフェみたいって言われた。こんばんは。そう起きてってずっとずっと言ってんのに、ずっと起きてくんないから、起きてって起こした。なかなか起きてくれませんでした。こんばんは。ゆずアラームでは起きれないけど、人の声とかは起きれるんですよ。そうすぐ起きれる。そうなんですよ。こんばんは。誕生日おめでとう、ありがとうございます。あと2日後。やだね、なんか本当にどうしよう。てか今日のゆずのさ、レーンにいたさ、手前にいた方めっちゃスタイル良くなかった？え、みんな覚えてますか？来てくれた人、レーンにめっちゃ背高くてさ、顔こんなんだったんだけど、私より背高かった。ずっと見てました、スタイルいいなって、可愛かったっていう話。こんばんは。剣回収してた人、そうめっちゃ背高くてモデルさんかと思った、びっくり。お渡し会、そうあります、あります。ぜひみんな来てください。私の誕生日の日にお渡し会があるらしいです。来てください。11日と14日です。19時からです。そちらも19時からあります。待ってます。19時からお渡し会よろしゅう。11日と14日です。どちらも19時から参加いたします。ぜひ来てください。待ってます。こんばんは。
クショタイムお願いします。スクショタイムは終わりがけにやりますだからもう一回コメントして私が終わるってなったら配信こんばんは。うん、眠たい今日も寝すぎました。今日は起きたらお家を出る時間の20分前でママに「血がやばいよ」って言われて起こされた。よかった、ほんと。なんならママが起きてなかったら起こしてって言われたぐらいだったからさ、そう、全然逆だったよね。起こしてもらっちゃいましたお昼寝した。うん、今日はね、終わってからアップル行ってちょっと携帯見てきて、そっから帰りました。なので寝ておりません。ゆずちゃん見ながらかぼちゃ練ってる。すごい、何その可愛い状況は。何か作ってるんですか。かぼちゃ美味しいよね。試験の方ありがとうございます。 SK ホテルチームステーシグルズキです。こんばんは、ありがとう。そう、スマホ買うんですけど、そう、ネットで買いますって言っちゃったけどさ、結局なんか私まだクレジットカード持ってないからネットで買えないことが発覚して、結局店舗で買うことにした今日言って買いますって言えばよかった。無理でした。そう、さっきいよいよもう買うぞってなってボタンを押したんですけど、そう、最後の最後で、そう、で買えないことが発覚してそう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 、かぼちゃスープ、美味しそう。何それ、美味しそう、美味しそう。そう、私の名義で買わないと確定申告とか出せないからそう、そういう問題が出てきちゃうので、そうじゃないとね意味がないのでそうそう、作らないとですね。もうもはやね、クレジットカードね、もう作れるよね。欲しい。こんばんは。経費なので、うん、経費です。そう、だから買えないねってなって、そうじゃないとママの名義とかで使っちゃうと、結局確定申告で石黒の石黒柚月って名前で提出できないから、そう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 、できないんですよ。そうなの。こんばんは。そう、今日でもいろいろスタッフさん、アップルの方に聞いてきて、そう、こういうのがいいですよみたいな、可愛かった可愛かった。やっぱなんか人見知りだけど、なんか人によるんだなと思って、喋ってくれる人には喋れちゃう自分も。やっぱりただすごい相手も多分人見知りだと私も喋れなくなっちゃうから、今日はめちゃめちゃ喋ってくれる店員さんだったからすごい喋っちゃったそう、そこおしゃべりした。こんばんは。
部屋が寒すぎる。そう、明日はシルバーリングを見に行きます。たけしに買ってもらうんだ。19歳になったらなんかもらうやつちょっと名称が分かりませんけど、そう、ついでにママも買ってもらうらしい。ギフトありがとうございます。ありがとう、くろみちゃん。くろみちゃんじゃないけど、くるみちゃんっぽいやつつけてます。今日はカチューシャってさ、なんかずっとつけてるとさ、なんかこめかみとかここら辺が痛くなるよ。なんかディズニーとかさ、そうじゃないですか、ユニバとかのさ、カチューシャずっとつけてるとさ、ここが痛くなる。これは大丈夫なんですけど、なんか重たいカチューシャとか目が見たくなる、ここら辺が。痛くなるよね。行きたいな、ディズニー行きたい。もうずっと行ってないよ。行きたいけど。高い？今ディズニー。どれぐらいするんだろう。テーマパークの年パスとか買ったことないけど、ほんと買っとけばよかった。2019年とか特に。行き放題だったよね。ほんと、みんな行ってたもん。なんか毎週ユニバみたいな人とかいたしさ、なんか2日後にユニバ行ってまた、今日ユニバ行って2日後ユニバみたいな人とかいたしね。行きたい。こんばんは。何度見ても可愛い。やった。ありがとう。ありがとう。でもほんといつかご飯食べにディズニーみたいな、そんな大人みたいなことしてみたいな。それこそ年パスがいるやつじゃんね。海と陸どっち派ですか？最後に行ったのはでもランドですちゃんと言葉を考えてコメントしてくれてるのにさ、自分がめちゃめちゃランドとかシーとか言ってる。ランドだけど、なんか工事中だったんだよね、お城が。だからさ、なんか工事中のお城だったの。だからランドもう一回行きたいな。でもシーも好きです。どっちも好きかな。あれがあんまり好きじゃなかった、C の方のさ、潜水艦みたいなやつ、あの名前ど忘れしたけど、あれちょっと怖かった記憶ある。まあどっちも行きたいです、行けるならでもなんかいつも何かの帰りとかにさ行ってたから、自分たちでなんか新幹線とかからのチケット買って、パークのチケット買ってって行ったこと、それをやったことがないから、そう、後泊で行くみたいな、いつもそれだったからさ。そう、行きたいね。あ、そう、海底2万マイルか、それだ、それかも。なんか音が大きくて嫌だった記憶ある
そう、音がすごい大きかったから、なんかドーンみたいな音がして、すごいなんかその方がこっちの方が怖かった。なんかでもあれが好きです、タワーオブテラー、タワテラ大好き、ずっと乗ってたいぐらい好きです。あれああいうなんかふわっとする感じ好きなんですよね。ふわってする感覚が好きなんです。なんか車乗っててもたまになるしさ、ジェットコースターとか乗ったらなるじゃないですか、あれ大好き。そう、あの感覚がすごい好きですね。好きなことありがとうございます。好きホテッドチームスネシグル好きです、こんばんは、ありがとうございます。行きたいね、ディズニーね。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます、ありがとう。今日は1部はピアスつけ忘れたけどね、2部はつけましたっていう謎の報告。そう、1部はつけれなかったんですけど、時間がなくて2部はつけました。耳ついてる、そうだよ、今日これをつけてお写真撮りました、みんなと。こんばんは。気づかなかった。でもこれちっちゃいピアスだって気づかんくない？逆にピアスに触れてくれた人いなかったけど、そう、かわいいでしょ、最近買ったやつ。写メ会って、そう、でもさ、写メ会は写メ会だからさ、喋れんやん。そう、今日すごいやっぱ思いましたね、喋るのが難しすぎる。そう、写真撮ってはい確認して終わりましょうみたいな流れ的に。そうだからさ、一瞬だよね、トーク会よりもなんか一瞬だよね。まあ、写メ会だからまあそりゃそうなんだろうけど、一言二言で終わっちゃうよね、喋れんよね。私も難しいもんだって、難しい難しい。私なんかスタッフさんによってさ、ちょっとなんか違うじゃん多分。そう、全然なんか止めない人もいるしさ、もう行ってくださいみたいな人とかもさいるし、まあ人それぞれなんだろうけど、今日でもなんかなんかこうあるじゃないですか、パーテーションみたいな。でメンバーもだけど、ファンの方もここに立ってくださいねっていう印があるんですけど、なんか私がちょっと近くで撮ってたのね。そうしたらスタッフさんに石黒ここに立ってって怒られた。ここに立ってって、そう印あるから、印つけるからここに立ってって言われた。そう、でも全然ずれてきた。やっぱ近すぎちゃって逆にさ、この仕切りがあるから仕切りで顔が隠れちゃったりするらしく、そう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 、そう注意が入りました。すっごいなんか厳しいのか知らないけど、しばらく私の後ろにいて、そのスタッフさんがずっとイズのこと見てたから、そう
やばいじゃんと思ってそう、なんか近いと、なんか遠いと、なんかハートやってくださいとか言われても、ハートがこうなるわけよ、こう、わかる？なんかゆずはこうやってやりたいんですけど、そう、そうなんだよね、難しいよね。私なんかこの間はなんか私が無意識にやってたからすごい申し訳ないなと思ったんだけど、前どこだっけ、外資か、外資で社名会やった時に、なんか顔の高さを合わせてたのね、こうかがんでこうやってやってたんですよ。そしたらなんかインスタの DM かなんかで、なんかかがまないでほしかったって言われて、あーごめんよってなっちゃいました。だから今日はあんまりかがまなかった、ありのままの自分で立ちましたなんか顔がなんか